今日はですね、まあ、ちょっと今更ではあるんですけども、私がどうして声優になったのかというお話を少しできたらなと思います。やっぱアニメ漫画がもうちっちゃい頃から大好きで、まあ、絵を描いたりするのも好きだったんで、最初の夢は漫画家だったんですよ。で、こう漫画家になりたいなと思って、こう小学校の時とかもずっと漫画を描いていたりしたんですけども、中学生ぐらいになって、こうアニメだけじゃなくて、なんかお芝居をすることにもちょっと興味が出て、やってみたいなというふうに思いまして、で、こうお芝居とこうアニメと重なるところで声優っていうのをちょっとやってみたいなっていうふうにだんだんと思い始めたっていう感じですね。芝居するの面白いなと思ったのは、なんか国語の時間とかにこうやっぱ朗読あるじゃないですか。こう文を読んで、その中にやっぱこうセリフのところがあったりすると、役になりきって読むわけじゃない。それがなんか面白いなと思って、なんかなりきって喋るのが、でモノマネとか、そういうアニメキャラクターのね真似とかするのも好きだったから、あ、なんか演じるってなんか面白いのかもって小学校の時に思いましたね。高校生の時にお芝居がしたかったんだし、演劇部に入ったんですよ。で、そこでやっぱり演劇部の先輩で声優になりたいんだっていう女の先輩がいて、そこで、あ、やっぱ他にも声優という職業を志している人がいるんだっていう風に思いましたね。で、そこで、あ、はっきりと高校生の時に声優っていうのを結構意識しだした感じですかね。で、高校卒業して、で、大学生の時に上京して東京に一人暮らしを始めてから、その声優になる方法っていうのはどういうのがあるんだろうと思って、そしたらこう学校があったりするみたいな、で資料が取り寄せられたりとかして調べられるっていうことだったんで、結構ネットでこう調べたりとかしているうちに、あるオーディションがあって、それがニコニコ動画の番組で、おなじみ鷲崎たけしさんの番組で、その番組では声優を目指す素人の女の子を公募しているみたいな感じで、で、その番組のだから出演権みたいな感じだったんだけど、その出演者にのオーディションに合格すると、声優の養成所に1年間無料で通えるっていう特待生の券がついてくるっていう話だったな。で、私はもちろん大学生だし、その4年生っていうのもあるから、学費はね親に出してもらってるわけで、で、その他の自分の遊んだりするお金とかはバイトで稼いでみたいな感じだったから、そこからその養成所に通うお金を捻出するのはちょっと無理だなーっていう風に思っていたところ、そのオーディションがあり、で、受けてみたところ見事受かって無料の特待生として学校に通うことができました。なんかその養成所にこう1年なり2年なりこのプランで通った時に、いろんな事務所の方がこう見に来るオーディションみたいなのがあって、もう自分の特技じゃないですけどアピールをして、もう欲しい欲しいの札じゃないけど、そんな感じでこう事務所からそのオーディションの時に声がかかれば所属されるしみたいな感じかなと思います。私のところもドワンゴも養成所とドワンゴのその事務所があって、私も最初そこにドワンゴの事務所に所属してって感じだったんですよね。そうですね、そんな感じで大学に通いながら養成所にも通って声優になることができたんですけど、平日にもアフレコとかがあったりして、だからもう学校に行けない日があったりとかして、大学出れない授業があったりとか、単位が足りないかもみたいな、でもなんとかして一応親に学校に大学に通わせてもらったんで、なんとか卒業しなきゃと思って必死に通って、で、なんとか単位をもらって、出れない授業のやつとかもうレポートとかを出してなんか補ってもらったりして、大学とお仕事の両立みたいのも大変だったなと思いますね。よく通ったなって今はすごく思います。でもやっ
ぱり最初はどうしてもメインの私を含む4人ミルキーホームズは経験がそんなになかったので、もう本当作品の中には大先輩の声優さんもいっぱい出演していて、その中でやっぱ何回もできなくてやり直しをしたりとか、どうしてももう全然終わらないから先輩たちは先にお疲れ様でしたって言って帰ってもらって、その後4人でこう居残りで何回もやったりとか、そういうのは結構ありましたね。やっぱり監督たちからしたら気持ちがもうちょっとこういう風になってないとか、こういう風な気持ちが入ってないとか、気持ちを声に乗せるっていうのがやっぱ最初全然難しくて、なんかこう出してるつもりだけどなみたいな気持ちもあったりして難しかったですね。そうですね、やっぱアニメが大好きだったので、テレビからやっぱり自分の声がアニメで流れた時がめちゃめちゃ嬉しかったですね。あーすごい、本当にアニメの中に入れたんだと思うとやっぱもうめちゃめちゃ嬉しくって感動でしたね。やっぱ今でもやっぱそれは一番嬉しいですね。はい、ということで今日は私の声優についてのお話をちょっとしたんですが、いかがだったでしょうか。初めてね聞いた人は、あそうなんだって、ちょっとね参考になる部分があったりしたらいいななんて思ってます。まあおかげさまで私も10周年、お仕事始めて10周年で、去年も10周年記念のライブとかをやらせてもらったりしたんですけど、まあこれから20周年、30周年と、長く長く続けられたらな、たくさんの役を演じていけたらなと思っておりますので、引き続き、応援よろしくお願いします。もちろん本業の声優もそうなんですけど、あの私漫画描いたり、まあこうやってね YouTube やったりとか、いろんな自分の好きなこともやってるので、それももっともっと発信していけたらなと思います。そして今まさにね声優のにの仕事についてみたいなと思ってる人もいると思うので、そうですね、頑張ってくださいということで、この動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。